ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。つけるの？皆さんこんにちは、寺田由紀です。はい、ということで本日も質問に答えていただきたいと思います。それでは今日の質問です。私は経営者でして非常に成功欲があります。私は井上陽水さんが好きなのですが、彼は全くガツガツしていなく、肩の力が抜けていて自然体で、成功欲とは無縁に感じますが結果を出しています。他には所ジョージやタモリにもそれを感じます。彼らは成功したいとか売れたいとか野心が感じられません。最近の堀江さんもそれに当てはまると感じています。堀江さんもあまり絶対成功してやろうという気概は感じません。そのように自然体の方がうまくいくものなのでしょうか、という質問です。はい、質問答えていきたいと思います、はい、お願いします。今日もゲストははい、 VR パイロそこ噛む今日質問超いい感じでしたよね。私はい紹介してくださいよ。すいません、本当すみません。VR パイオニアゴロマンさんです。よろしくお願いします。そして株式会社ユニティの伊藤誠さんです。お願いします。いや、今日マジ惜しかったんだよな。はい、今日のガジェットは、はい、いきなりガジェットですか。ガジェットいきましょう、はい、今日のガジェットはこのスマートウォッチなんですけど、それ何ですか？スマートフォン？これはスマートフォンとつながる時計で、クラウドファンディング、キックスターターですごい大人気で10億円ぐらい集めちゃった。すごい。10億。これとここが通信し合ってて、例えばツイッターの通知が来たりとか、メールが来たりとか、はい、LINE とか全部来るので、非常に便利ですね。ホリエモンチャンネル。ということで質問答えていきたいと思います。私はこう答えました。成功することが目的じゃないからね。やりたいことがあって、それを実現するために何をやるかってことしか考えてない。というふうに答えました。っていうのは。どうなん？成功欲があるってどういう行動？成功って何なんですかね。成り上がり？成り上がりちゃん？考えすぎだよね、でもこの人。そうですよね。なんか古い気がするんですけどね。古いですか？どうだろう、井上陽水とか。あ、そこですか？いやいや、だから考え方的にも古いし、まあ出してくる人も古い。いやでもその要は矢沢永吉さんみたいな感じをイメージしてるんでしょ、この人。そうですよね。成り上がりで。そう。俺はビッグになってやるみたいな。そっか。最初から成功してやろうとか思って、例えばスティーブ・ジョブズとかもやってないと思うんですよね。なんか好きなやつとかやってたら有名になったり、お金が集まったりっていうアプローチの仕方が違うんだろうな。でも多分この人そういうのがないわけでしょ、多分そういうやりたいこととかはおそらく。だから有名になるためにはどうしたらいいんだって考えればいいじゃん、ずっと突き詰めて。逆にそっち考えちゃう。ずっとそっちでやればいいんだよ。成り上がり読めばいいんだよ。まあ成功目指してガツガツ頑張ってください。頑張ってくださいということで、あなたはそういうタイプです。あなたはそういうタイプ。なるほど。はい。ということでありがとうございました。ありがとうございました。フェルマガの登録はこちらへ。ホリエモンチャンネル YouTube チャンネルもよろしくね。